はい、本日の浴衣は金魚柄です。何です？おこの日記。みなさんこんにちは、かのです。かのさん、今週お出かけしております。そのお出かけ時におやつを持ってきたいと思っていますが、かのさんのおやつボックスは空です。はい、ということで今から旅行に持っていくお菓子を買ってきてください。一人300円です。お兄ちゃんお姉ちゃんたちいらないですか？いりますよ。はい、お兄ちゃんお姉ちゃんも一人300円買ってきてください。はい、じゃあ行きます。レッツゴー。ちょっと遅いお昼ご飯です、うん、本日カノさんが選んだ食事はこちら。うどんです。でか、うま、きつねうどん。絶対食べきれません。お汁飲たい。これ熱いで、もうちょっと後にしたら、うん、分かった。座ってやろう。座って、落ちるから。はい、っていうかもうお昼ご飯ここで食べたんだけどね。お腹いっぱいになりました？じゃあ何を買ってきたかカノさんにお聞きしたいんですけど、先にお兄ちゃん何買ったか教えてもらいましょう。はい、はい、お兄ちゃん召喚。はい、これはライフガードのガム、黒棒が1つで、カントリーマームが2つと、ビッグカズが2つ。以上ですか？まだあります。はい。クロココア、プチシリーズでね。はい。以上、お兄ちゃんが買ってきたものになります。一番買い物の時間かかってたのはお姉ちゃんです。はい。おっとっと、ラムネ。こうちゃん、これ何？クッキーや。はい、チョコチップクッキー。これ何？卵ボール。そう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 、ミルクボールな、これ。で、はい、ベジ食べる。これ食べたことある。以上ですか？はい、はい、以上300円らしいです。おー、私と同じ。母ちゃん、どれもらうらしい。ダメです。はい、じゃあお姉ちゃんに返しましょう。はい、最後カノさん、カノさん買ってきたもの教えてもらいましょう。これドラチョコ、おにぎりせんべい、オレオ。あー、オレオじゃないんだよこれ。ノワール。これ4連パックです。次がラストかな、カノさん。長い、しみちゃかん。はい、の4連です。本当に1本のやつを買おうとしてたんだけど、その後にこれが欲しいって言ってこっちに変えました。はい、以上がカノさんが300円で買ってきた旅行のお供のお菓子です。全部持ってくの？1個じゃない、食べれんと思う。食べんな。じゃあこれちょっと切って食べれるように袋に入れて。これは食べれるよ。それは持っていける。これは2つずつぐらいなら持ってってもいいけど、あとはお家で食べるようにしとこうか。はい、本日の浴衣は金魚柄です。かわいい、花火やりに行きます。私ね、これね、気に入っちゃうのはよかった。ごめん、それお姉ちゃんのね、お風呂。はい、どうぞ。来年からは多分ないから新しいの買わなきゃね。花火？花火もそうだし、浴衣もね。これ？うん。なかった。結構見つかる、可愛いのがいいな。スリッパ。お。めっちゃ暗い。あー、風が吹いてきた。何からやろう。おいで。おいでか。これ。おいでか。これ。なんか一個取れた。全部出すだけ出してあげる。
ピンクだ、ピンクのやつ。もう一個、一個。ほう。終わっちゃったよ。怖い。ママ。銃して銃して。立ったらあかんって。はい。銃してここここはい。あっち。あっち。立っちゃ立っちゃダメだって。そう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 。おお綺麗。燃えとる。燃えとるね。置いてた。マジかママ。すごい花見。結構長いこの。めっちゃ姿勢よくやっとるね。もう終わり。もういらない。あ、もう終わり？まだなんかあれ兄ちゃん来たよ。あ、姉ちゃんや。兄ちゃんたちやる？無理になりたい。だから持ってきていい。僕なん？だって？僕じゃないよ。もらってこの上手のヒーちゃんはカンちゃんハム、ヒー貸しなさいお昼口のお出かけてカンちゃんもういいわ、自分でだいいよああおわけ忘れちゃったなんだよ。あ、つけて、カンちゃんがうまいよ。わーい。ジュレパーティーのーこい。バリ。なんやで。はい、今年の花火、まず1回目終わりです。もう終わり？はい、終わりです。パパ来るの遅すぎです。まだ終わってないんだもん。やばいと思って来たね。